ジェーン・マルセット、ジェーン・マーセットは19世紀のイギリスの作家である。科学の入門書の著者として知られる。ロンドンで裕福なスイス系の銀行家の家に生まれた。兄弟と共に家庭教師から教育を受けた。1799年にスイスから亡命していた医師のアレキサンダー・マーセットと、 結婚し、ロンドンに暮らし、夫の知り合いの当時の一流の科学者たちと交際した。夫の著書の構成を行ううちに自らも本を書こうと決め、科学、植物学、宗教、経済学の解説本を執筆し、それぞれカンバセーションズというタイトルが付けられた。著書のスタイルは、キャロラインとエミリーという二人の生徒とブライアンと、先生の会話という形が取られた。 1806年に出版された科学談義が評判になり有名な作品である。マーセットが参加したハンフリー・デイビーの講義の内容を要約し分かりやすく解説したものであった。世界で最初の科学の初等教科書の一つであり、イギリスで16版を重ねた。若き日のマイケル・ファラデーの科学への興味を呼び起こした著作であるとされている。 1816年にはアダム・スミスやマルサスやデビッド・リカードの経済理論を解説した経済学対話も出版した。独創的な方法で科学や経済学を優しく解説した著書は子供だけでなく成人、特に女性に歓迎され大きな影響を与えた。ありがとうございます。